はい、ピースケです。サクセススペシャルやっていきたいと思います。はい、今日はですねメジャーやってきましたのでピックアップ手のガチャ引いていきたいと思います。はい、こちらがですねなんとメジャーイビキャラのみ出現のガチャとなっております。で、単ガチャが PR3 回、バナーナイなんでこの3キャラですね、3キャラの中から PR 以上1枚確定で、10連、20連、30連が、最初200個で PR 以上のこの3キャラ1枚確定で、2回目は SR 1枚確定で、3回目はバナナイ1枚確定で、4回目でなんとやっぱ来ましたね、選択権、メジャーの選択権、 SR 選択権がおまけ付きでございます。で、まあメジャーのキャラ一応見ていきますと、ギブソンジュニアとゴロとカオルちゃんで、トシ君、タイガ、アクツ、マユムラ、草野ってことで、はい、まあ、俺は今は、まあ、ゴロ君はまあプラゴで持ってるんですけど、まあ、ゴロ君 PSR もいるので解放、カオルちゃんも解放、ギブソンも解放したいっていうところと、まあ、下の方はタイガ以外は誰も持ってないので、まあ、トシ君とマユムラあたりは出たら嬉しいかなという感じですね。はい。で、まあ、SR が、まあ、出るの、まあ、このキャラたちしか出ないので、まあ、SR さえ出てくれれば、全然チャンスはあるような感じでございます。まあ、選択肢は、まあ、薫をね、プラゴにするのが結構、俺は大事かなと思うので、その解放次第ですかね。はい。ということで、で、多分ね、アプリの方でメジャーのコラボがあって、そこで多分市原、薬師寺あたりが出てきて、誰かしら別バージョン、まあ、五郎くんが噂されてるんですが、はい、その辺もあるので、そっちが結構楽しみですね。まあ、というわけで、とりあえず3ガチャから引いていきたいと思います。カオル出てほしいな、カオルが。PR 以上確定。SR 出てもいいんだよ。いや、もうメジャーしか出ないっていうのがいいですよね。さあ、誰が出る？おー、ナイス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 。はい、3月2回目でございます。はい、まだ PR 確定ですよ。 SR 出てもいいんですよ。赤い毛来い、来ない。さあ、おー、俺的にはかなりいい引き。カオルが一番解放したいんだね。さあ、誰が来る。さあ、 PR。 さあ、誰。ほう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 、ギブソンが来ないってやつね。はい、というわけで10連がいきたいと思います。10連は PR 以上1枚確定。まあ、SR 来てほしいな。お願いします。 SR 来い。赤、よし、いいんだよ、いっぱい来ていいんだよ、いっぱい。1枚。みんなメジャーでしょ。いいね、いいね、安定しろ。おほう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 、解放させていくパターンね。めっちゃゴロくん出たな。これマジ解放とかしたい方めっちゃいいですね。はい、20連目 SR1 枚確定でございます。1枚確定なので2枚。おお、来い、これは来い、来てほしい、来い、切らん、あ、来ない。さあ、誰、確定だけかい。ゴロ、まあ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 、お、マユムラ、マユムラは SR 持っておりません。めっちゃ PR 出たな今。いやー、これメジャーのやつ解放いいっすね。はい、はい、というわけで次は30連目バナナ1枚確定でございます。2枚とか来てほしいな。さあ、1枚しか来ない、しかも持ってるのしか来ない。なるほど、あの薫はゴープラゴできるかもな、結構。はい、というわけでラスト40連、これは選択権が1枚もらえる感じでございます。 SR いっぱい欲しい。お、来た、 PSR 来るか、来ない。何枚来る？あ、やっぱ1枚なんだな。さあ、
ああ靴。なるほど。いやメジャーキャラはねもう使う使わない別にしてなんかテンションが上がる。ありがとう。これトシ君かな選ぶの。はい、というわけでこっちも行こうかな。 PR ガチャ券、こっちはもう完全に虹谷が出てほしい。さあほい。おお、牙はあとプラス1でございます。で最後ウィークリー。ウィークリーも結構 SR 出ますよね。これは出ない。ほいいらんわ。違う、あとなんか引くのないね。引くのないね。あ、これ引いとこうか。はい、メジャー PR。 こっから SR は出ません。ほい、あ、カオル来たね。これは行ったかもしれん。どっちがいいかな。解放いきます。でおまけありがとうってことでトシ君欲しかったな。トシ君選ぼうかな。あ違う、これを解除。ギブソンも出たね。コロー君も出た。こっちにはいないか。あ、トシ君がいる。トシ君移動。あ、カオルもいるね。阿久津もいる。トシ君。マユムラは出てないんだよね。マユムラは出てないから。マユムラとトシ君だったらな。トシ君はか、あートシ君かな。キャッチャー作りたいし。マユムラは最悪お借りできるような環境ではあるので、はい、そういう風にしよっかな。あー、なるほど。あなた PR とかが一切いないのね。惜しい。あと1か。こいつも強いんだよな結構。コツイベント率アップ。40が50になるぐらいだからまあそんな違わないけど。なるほどね。でお次阿久津くんが結構いるね。プラゴになってやばい。お願いします。あと1か。1なら1枚混ぜてのこれで3段階期待しよう。まあ多くは望まないさ。この人どういう、あ、やる気テーブルか。あ、やる気の試合経験点か。じゃあプラゴしたいね。まあいずれは。さあ何段階来るか。1 マジか。2は来てほしかった。渋いやつだね。で薫、カオル5にできるかな。1か。 R があんま来てないんだね。マジで？つら。ちょっと直掛けでいくか。さあ来い。1確定。うわ頼む。
何回来る？惜しい惜しい。あれカオルはあと何がつくの最後。あーなるほどなるほど、45したい感じだね。これはタイガはもういいや、直でいけ。うわお前別に何も、試合5とかだよね多分。あそうだそうだ、なるほど。でトシ君が残っておる。ああ五郎か、五郎どうしたらいいのこれ。 PR が結構出てるっすね。さあこれ3段階ぐらいいってほしいな。ゼロもあるけど、うわびっくりした。3、じゃあ2枚混ぜて、こいつをとりあえず1でいく。さあ、あ4か、じゃあこれもいく。おいった、でプラゴできました。で次の段階に行けってことだね。はい、さあ何段階2、まあ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 解放できた。 OKOK、 とりあえずプラゴができたのでよしとしましょう。どうしよっかな、カオルちゃんあと1なんだよな。トシ君選びたい気分だなこれは。でもこれは1個こうして、なんで R なんだろうこの人。 R なんでこんな解放してんだろう。混ぜすぎだろ。はい、2、感じかな。いやトシ君悩むな悩むな、選択権悩むな。カオルちゃんが5になってたらもう迷わずトシ君なんですけど、5なってないからな。てしまえ、来ないか、まあ、そりゃそうなんだけど、あとプラゴ PSR プラゴチャレンジって牙、あ牙いらっしゃいですよね。はい、ということでございました。まあ、でもめっちゃ解放できたからよかったな。カオルも結構いったし、ゴロウくんもプラゴ以上いったし、2枚目いけてるし、阿久津が手に入って、ギブソンがもうちょい、なんか惜しいな、なんかすっきりしねえなということでございました。ということで、まあ、今週メジャーがキャンペーンですねておりますということで、こんな感じですね。ノーマルガチャでもメジャーキャラが出ますよっていうキャンペーンでございます。まあ、ギブソンジュニアは出ない、あチケットからは出ないっていう感じでございます。で草野が報酬になっております。まあ、3000円以内で SR 草野が手に入る、もらっとこうかな一応っていう感じですね。
でも結構メジャーキャラしか出ないガチャなのでかなりお得ですね。まあ、これはギブソンはチケットからは選べない感じにはなってはいるんですけど、まあ、そこまで気は引いてもいいかもしれないですね。まあ、SR 出た時点で、4,5,6,7,8 分の1なので、まあ、全然他のガチャより出やすい、狙いやすいキャラですね。まあ、欲しいかどうかはまあ置いときまして、皆さんがね、まあ、俺はメジャー大好きなので普通に欲しいんですけど、 PRPRPR 感じですね。でチャレンジも、はい、まあ、五郎くんとか、まあ、全キャラ入ってんのかな、あ入ってないか、トシくんタイガーぐらいまでなので、まあ、しっかり、あまだ PR チケットがありますね。結構2枚ぐらいあるので、まあちょっとそれ回収してからでもいいのかな、考えるのは。はい、ということでございました。はいですね。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは皆さん、ピースの一日を、バイバイ。